ともとちょっと留学には興味があったんですけど、中高生の時は全然自分から行動するっていうことはなくて、大学入ってからは何かしら行動しようっていうのがまず自分の意思としてあったのと、授業は1年生の時に入門を取って、なんとなくそのコース終了に向けて動こうかなと思っていて、グループワークが何個、あって5人くらいに学生が分けられて、それぞれに先生や TA さんがついて、ある国について調べて、で日本語また英語でプレゼンテーションするっていう授業だったんですけど、私は TA さんが留学生の方で英語しか喋れない方だったのですごい大変だったんですけど、そこで自分の英語力足りないなとか周りの意識の高さに気づかされて、そこから上短期の参加につながったかなと思ってます。スウェーデンでしたらやっぱり学生交流が一番楽しかったかなと思います。それこそなかなか英語で喋れないってもどかしさはあったんですけど、向こうの方も日本に興味を持ってくれたり、こちらもスウェーデンの文化をいろいろ知れたりっていうところがとても印象的だったのと、いろんな大学、3種類の大学に行ったんですけれども、大学行って学生と交流したり、12人のグループだったんですね。その中には先輩ももちろんたくさんいらっしゃって、英語が達者な方もいたので、その方々に頼ってしまう面とか、あとは自分の中で喋ることに関する壁がすごいあったので、そこを越えられなかったっていうのがすごい困ったというか、自分の中でも足りなかったとこかなというふうに思ってます。スウェーデンの超短期に参加して、失敗とともにもっと頑張らなきゃなっていうふうな気持ちも気持ちにもなったので、ライティングとかリーディングができても英会話につながらないというか、自分の意見を言うっていうことにはつながらないなっていうふうに2年の夏に気づいたので、その後は通話で授業するっていうものが e ラーニングの中にあるので、動画を見るだけじゃなくって会話をするっていう方もそちらで勉強する形に。超短期に行った後にテストに行ったっていうのが私の中でかなりリンクしていて、超短期でできなかったことをもう一回やるためにテストに行ったんですね。なので今度はテストでは語学の授業を受けて、自分から英語を喋ったり意見を伝えるっていうところを目指してやったので、次またこのような経験をさせていただくとしたら、今度は専門分野を何かその海外とか英語でという形で何かつなげていけたらなと考えています。